こういう問題の時は999、997の平均真ん中である998を x と置いてみましょう。そうすると999は998たす1、つまりカッコ x たす1。997は998引く1、つまり x 引く1。たす1よって、ここはワトさんの積で x2 乗引く1たす1。そうするとマイナス1たす1で消えてルート x2 乗という具合になり、 x は998なのでルート998の2乗よって答えは998となるわけです。